ロバート・タッパン・モリスはアメリカ合衆国の計算機科学者であり実業家である。彼は1988年にインターネット発のワームであるモリス・ワームを制作したことで広く知られている。モリスはワームを公開したことで起訴され、1986年に制定されたばかりのコンピュータ詐欺と乱用に関する法律に基づいて有罪判決を受けた。 最初の人物となった。彼は、その後、最初のウェブアプリケーションの一つである、オンラインストアバイオウェブを共同設立し、ポール・グレアムと共にベンチャーキャピタルの資金調達会社、ワイコンビネータを設立した。その後、マサチューセッツ工科大学の電気工学、計算機科学科の教員となり、2006年に手庭を授与された。2019年には、 全米技術アカデミー会員に選出された。モリスは1965年、暗号学者のロバート・ H モリスとアン・ファーロー、モリスの間に生まれた。父は、ベル研究所の計算機科学者で、ムルティックスというニックスの設計に携わり、後に、国家安全保障局の一部門である国家、コンピュータセキュリティセンターの主任科学者となった。 モリスはニュージャージー州ロングヒルタウンシップのミリントン地区で育ち、1983年にデルバートンスクールを卒業した。モリスはハーバード大学に通い、その後コーネル大学大学院に進学した。コーネル大学在学の最初の年に彼はコンピュータワームを設計し、当時まだ発展途上だったインターネット上の多くのコンピュータを混乱させた。 これが原因で1年後に起訴された。有罪判決を受けた後、彼はハーバード大学に戻り、高査チへの指導の下で1999年に PhD を取得した。モリスのコンピュータワームは彼がコーネル大学の大学院生だった1988年に開発された。同年11月2日、彼は所属するコーネル大学ではなく、 マサチューセッツ工科大学からこのワームをリリースした。このワームは次のような脆弱性を悪用して標的となるシステムに侵入した。このワームは見つけたそれぞれのコンピュータをチェックしてすでにワームに感染しているかどうかを判断し感染していないコンピュータには自分自身をコピーするようにプログラムされていた。しかしモリスはコンピュータが感染していないのに感染していると 報告するようにして、ワームに対抗しようとするシステム管理者がいるかもしれないと考えた。そのため、感染状態の質問に対する応答に関わらず、14%の確率で自分自身を必ずコピーするようにした。この永続性は設計上の欠陥であり、システム負荷を発生させて管理者の注意を引きつけ、対象となるコンピュータを混乱させてしまった。 その後の裁判では、このワームによる潜在的な生産性の損失と、様々なシステムからワームを除去するためにかかるコストは、200ドルから5万3000ドルと見積もられた。1989年7月26日、モリスは合衆国法典第18編第1 0 3 0条18、USC1030 に違反したとして起訴された。彼は、 この法律で起訴された最初の人物だった。1990年12月、彼は3年間の保護観察、400時間の社会、奉仕活動、罰金1万50ドルと管理費用の判決を受けた。彼は控訴したが、翌年3月に却下された。裁判中に、モリスが述べた動機は、発見したセキュリティ上の欠陥を悪用することで、 現在のコンピュータネットワークのセキュリティ対策が不十分であることを証明することだった。彼は1994年に契機を終えた。モリスの主な研究テーマは、コンピュータネットワークアーキテクチャで、コードなどの分散ハッシュテーブルや、ルーフネットなどの無線メッシュネットワークの研究を行っている。ポール・グレアムは、彼の長年の友人であり、共同研究者でもある。 彼らは二つの会社を共同設立し、グレアムは著書アンシーコモンリスプをモリスに検定し、オンラインストアのウェブページを生成するプログラミング言語をモリスにちなんで RTML と名付けた。グレアムはモリスを個人的な英雄の一人として挙げており、彼は決して間違っていないと言っている。ありがとうございます。